prepare to strike now. Into the heat of battle, go for it. Final round. Engage. You win. All right, that's cool. Now, find a new rival. Welcome to the world of Street Fighter. We got six prepared for battle. Into the heat of battle. Go for it. Prepare to strike now. Final round. Go. チャット内の皆様、こんばんは。桜森姫さん、こんばんは、こんばんは。皆さんもこんばんは。桜森姫さん、スパチャ、ありがとうございます。いつもありがとうございます。まあ、音とか画面とか何もみんな書いてないから大丈夫ですかね。まあ、1時間後ぐらいに始めますんで、それまでの試合をお楽しみください。え、俺風邪ひいてる、マジ？俺風邪ひいてます？風邪の可能性あるかな。え、野生の善一は違う台にいます。若干の鼻声、あ、マジですか。可能性あんのかな。なんかね、その自分ではね、あんま問題ない感じに思うけど、花粉
俺今んとこまだ発症してないんだけどな、花粉って。花粉の症は来たかな、ついに。花粉の SHO になってる。花粉のショーまだ来てないと思うんだけど。ああ、鼻水か。なんか冬はなんか多少出る印象なんだけど、そうでもねえのかな。敏感な人だとすでに73 73もうすでに結構きついじゃんねほぼほぼ負けやん。確かに。でも花粉症の人はもうほぼみんなね、負け認めてるよね。Into the heat of battle, go for it.トータル 10-0 なんで73は相当やれてんのかな。結構きついけどな。カスさんの声がタバコ吸い、あ、マジで。みんな言うってことはやっぱそうなんだろうな。のど飴でも舐めるか。方針さん、こんばんは。こんばんは。8-2 で花粉さんが花粉出してるだけでやることがない。いや、73マジきついと思うよ。お、上下さん、お疲れ様です。お疲れ様です。いらっしゃいませ。タンケルマイケンはね、黒かった気がするね。のど飴舐めますわ、じゃあ。
Yeah!
Now, find a new rival. Welcome to the world of Street Fighter. Prepare for battle. Fighters ready. Engage. Prepare to strike now. Now, find a new rival. Welcome to the world of Street Fighter. I'm waiting for you. I got battle. Into the heat of battle. Go for it. Prepare to strike now. Now, find a new rival. Welcome to the world of Street Fighter. I got the bitch. Prepare to strike. Now. Mike this.どうもこんばんは。今日はお寒い中ありがとうございます。皆さんお元気でしょうか。もう寒すぎてなえてます。まったりさんこんばんは。寒すぎてマジでなえてる。お桜の森姫さんどうもこんばんは。お疲れちゃんです。寒い寒いよ。お松尾さんこんばんは。おいとこばさんプレイは熱いよ。俺は見るものを沸騰させる、そんなスタイルを貫いておりますから。トミニースタイル、トミニースタイルズベリーホット&ストラテジー。 OKWait.
今日もなかなかメンツが濃いですね。メスニーも登場。これはメスターさんとファイブスターのガチですね。マジで職場が移動になって東大生参加できるようになった。マジ？あれ今日おる？今日おらん？おらず。マジで。桜の森美さんやっぱりやろ？東大戦やるっきゃないよ。あ、こんばんは。軽くさから即死で頭沸騰しそうだよ。軽くさから即死はしないんで大丈夫です。心配しないでください。上下さんどうもこんばんは。一切の心配はいりません。なぜならば即死はありませんから。即死コンボは良くない会の副会長としてそれはちゃんと伝えなきゃいけない。そんな即死技はありませんから。さすがに。あ、遊びに行った時は参加するように。あ、ぜひぜひお願いします。そうそう、いつもねお土産とかいただいてましたが、お土産もそうだけどやっぱりね参加してくれるのがねやっぱいいよね。さあ、バット He is very cast not cast not cast。 あ、どうも EX ライダーさんこんばんは。こんばんは。トミニーはしょがりこそされてるものの即死とかそういった技は一切使いませんから、何においても。そういうスタイルですから、そういうスピリッツですから、まあね、皆さんね今まで長いこと見ていただいているのでご理解していただけるとは思いますが、っていうかね、ファイブスター結構強えぞ。メスターさんといい勝負してる。え？あれコニタンだよ。コニタンが北斗の拳を始めました。始まる。まあちょっとの試合垂れ流しつつ、あれですね、時間になったら東西戦。あ、ローソン師匠、ローソン師匠はよ、ちょっとはよ、師匠見とるね。ネクロ使いはね僕とセンスある、もちろん。ネクロ使い我慢強いからね。そう、ぶっ込んでいく中和勝利最強。そういえばいとこばさんもあれやろうぜ。北斗、いとこばさんそういえば忘れてたわ。ちょっと全然やってないじゃん。いとこばさん多分ユダとか好きそう。いとこばユダはよ。いや、いけるいける。さすがに今からとかってさ、俺だってあんま変わんねえじゃん。俺だってさっき始めたようなもんだよ。さすがにあんま変わんねえから。そう、北斗、桜の森姫さんもワンチャンあるよ。北斗、俺みたいな初心者でもワンチャンあるから、なんとかなるって。
ユダの性能やばいよ。多分一番ぶっ壊れてる。攻撃だってガードしたら勝ちなんだよ。やばくない？そう、楽勝だ。今から始めても俺とかあんま変わんねえから大丈夫だよ。ユダ、多分ユダやった方がいいよ。ガードしたらだって攻撃確定だよ。だって本当はダメなんだけど、あれっぽいよ。ダガキャンがひどすぎた気がする。あなたさ、見たでしょ。見た、ひどかった。ありなんだ、あれね、電話するじゃん、もしもしっておかしいでしょっつって、なんであんなところから死ぬのっつって、そしたらちょっとこちらで確認したところ、あの再現性が確認取れましたので、こちら使用とさせていただきますっていう風な返答が来るんで、あれ使用なんだって。使用なんだ、あれ使用なんだって。どういうことだよ。そう、ダメだろ、あれ使用なんだよ。使用なの、あれ。そう、だからキャンセルする。そう、だからみんなあれやられても、あ、そうなんだっつって言うしかないんだよ。いや、あれだってさ、今話題になってたのストロークの、JP のあのアムネジアっていう当て身より、ひどいよ。やべえよ。でもまあブロッキング辛草みたいなもん。ブロッキング辛草なんて全然痛くねえでしょ。確定しねえし。しねえんだ。ダガキャンは確定だからな。ダガキャンちょっと、あれどの技まで確定なの？え？どの技まで確定なの？もう全部だよ、全部。全部？あ、伊藤さん、こんばんは。全部、打撃全部だよ。え、コパンとかでも A でも。そう、 A でも、あいっつって終わりだよ。マジで。そうだよ。え、どういうコマンドなの？なんか竜巻だって。だからもともとガード方向なんだよ。入れながら出せるんだ。クソゲーじゃん。クソ、相当クソゲーじゃん。で電話するじゃん、もしもしっておかしいぞっつって、使用ですって。どうなってんだっつったら、そう、いや、ちょっとこちらであの確認したところ、あの再現性が確認さ取れましたので、こちらの件に関しましては、あの使用とさせていただいております。矢島さん、こんばんは。え、小技もかくるのいっぱいあります。そのガーソンさん、マジかよ。 ガード硬直がなくなるんだって。ダガルが出ると、すぐ動けるんだって。こうなんかガードしてるじゃん、でダガル出すじゃん、そうするとガードの硬直が全部なくなって、こっち殴れんの。あら、え、じゃあどうすればいいの。なんと爆制覇ってやってればいい。まあ弾かボタン押さないか。ボタン押したら死ぬんだよ。でボタン押さなかった時に、うん、ダガキャンは不利を晒すの。いや、でもあれはその打撃をガードしたところじゃないと多分出ないんだよ、多分。え、そうなんだ。分かんないけど、師匠そんな感じだよね。ロシア師匠、師匠あれさ、ダガールってさ、ガードしてないと出ないんだよね、多分。ガードしてるときしか出ないんだよね、あれ。違ったっけ。いや、それはまずくない。アムネジアところの話じゃない。ダガキャン被害者の会って多分あるよ。あるよね。うん、だってあれ、え、あれ最強でしょ。ユダ最強だよ。硬直中に出すやつ、トキみたいに出すガード硬直中に出すやつとトキみたいに出すやつ両方ある。ガード硬直中に出すやつはまずいだろう。そう、トキがやる当て身みたいにブンって相手の攻撃に合わせて出すやつと、それからもうあーっつってこう苦しいよガードってやってる時にピッて出すやつがあるの。ダメダメダメ、許されない。ちょっとお前電話してごらん。え、しようって言われるの。これさ、実際しようって言われたの。そういうわけじゃないでしょ。しようって言われるよ。アークに。そうよ。サミーに。そうよ。さすがにっつって。いや、おかしいね。みんなよく、いや、でも楽しいよね、あのゲーム。見てるとすげえ楽しい。やった方がいいよね、あれは。マジで。あとユダ、やっぱダム決壊どうなの。
ダムも結構やばいよ。ダムやばいでしょ、どうか。ダムやばいよ。え、意味が分かんないんだけど。ユダ様は本当に賢いお方ですねみたいな感じで来るじゃん。何あれ。水が流れてるところでなんかさ、うん、漂流物みたいのがあって、うん、それがもうディレイで来るから結構やばいんだよ。ガードさせて、させられて、で画面もよく見えづらくなって、タメバニとかが重なる。タメバニとかさ、あのガーフあるじゃん、星取ってくるやつ、ガーフのやつなんだっけ、 リープみたいなボタンで出すやつ、ヘビーみたいなやつ。あ、そうそうそう、最大タメバニ当てられて、であれでブーなんちゃらでまたボコボコにされるの。味がすればなんとかなるんでしょ、最大タメバニならないの。なんない時もあるって、ガーキャンがないとダメな時もあって、だからオーラゲージがないと詰みの場面もあるって。すごいね君たち。そう、これよくボード起きないよね、これ。起きない。ダムは無敵技放して有利畳んで崩しとかガーフディとかできます。え、なんでそういうの作ろうと思っちゃったのかな。多分作ってる人が多分あんまり格闘ゲームやったことなかったっすよ。そうかもね。だって敵を横に殴って上に弾けるもんね。そう、そういう説があって、はい、でもそれであるがゆえに尖ったゲームが生まれたという。めちゃくちゃいいよね、これ奇跡。いや本当奇跡だと思う。奇跡というか不幸というか、バランスいいよ。でもそうじゃなかったらみんな遊んでなかったと思う。よくわからん、うん、もはや。あれすごかったね。あ、でも見た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 か。リアルタイムで。リアルタイム見てた見てた。もうちょっと戦いたかったな、あっけなく死んじまって。完全にあれじゃん、あの SNS 出てたじゃん、杉山ネクロスペシャル出てたよね。いや出てない。緊張したでしょ、完全に。出てない。いやあれね、白い歯見してた、逆に。あ、もう当たったわっつって、せっかくこうっつって、そしたら、うん、繋がってなかった。拾いが甘かった、カス。あ、ミディリス少佐、あれすごいな。世紀末サードストライクと聞いて、終わってる、終わってるよ、もう。一撃必殺に、うん、終わってるよ。一撃必殺に、うん、格差めっちゃあるでしょ。ある。あの宇治波岩拳が多分一番強いのは分かるんだけど、いや、もっと強いのあるんだ。決勝誌も半端なくない。決勝誌ゼロフレだって。あ、ゼロフレなの、あれ、うん、決勝誌じゃん。言ってんじゃん、ユタが一番強いって言ってんじゃん。しかもあれさ、化粧師さ、あの方向転換できるよね、上にプーンって上がってったりできる。分からん。あ、なんかでも、あ、そうなの、うん、俺よりやり込んでるじゃん。昔闘撃のゼロ、初めて北斗が、うん、闘撃のタイトルになった時にはタジ君っていた。あれ 2006？ そうそうそう、ああ、あの人がやってるのタジハメってあって、うん、あれだけ練習してた。あ、そうなんだ、うん、じゃあ俺と勝負できるじゃん。できない、できない。今バスケその頃バスケない。俺もバスケないから。いや、あるからねえし。ラオウにこう振り向き振り向き振り向きとか今やってたから。やってない。あとケンシロウも最近安定してきてるって噂あるからさ。いや、やってねえし、できねえし。だから5分ぐらいだよ。ない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 、ほとんどいい勝負だよ。ない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 、なんでだ。ユダやれよ、ユダやれよ。ユダやるね、ユダ。ユダやれって。ユダ、え、ダガキャンしかしないんだけどみたいな人間ってなれる。なれる、なれる、なれる、なれる。でもまあみんながそこまで使ってないってことは、うん、要はそこまでの実用性がないってことでしょ。いや、上手くないと使えないんだわ。だから、あ、なるほど、上手い人用なんだわ。はいはい。で、じゃあダガキャンなしでユダ使ったらどうなるかっつうと、うん、めちゃめちゃ強いから。まあ、ユダさんなめんなよお前。本当。さすがに。っていう話なの。なるよね。でいけるって。だから。もうコマクとダガール強いよね。だからいけるいける。あとバニとか。だって初心者だもん俺。いや、おい、初心者っていうかこっちはタジハメで収まってんだよ。いや、初心者とその時代だってまだあんま変わんねえから、動きなんて。あ、本当。変わんない、全然変わんない。いや、でもあれいい、いい。だからそれから、うん、なんか空中
ちょっとしたからあの空中をさ、ユダがビューンって飛ぶやつあるっしょ。うん、運送 ABABAB っつって、そうそうそう、で、端から端までビューンっていくやつ、そう、あれが出てきて、なんだこれっつったけど、うん、やれなかった、そこまではできなかった。ダムをあ出して当てたら、はハイジャンプで拾う、で、ビュン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 みたいな、そう、ほんで、なんか部下がまた掴んで、そこからまたコンボ続くんだよね。そう、最強じゃん、ラガールっつって、そう、最強だよ、ジュンっつって、やばいよね。あと、あの毒も結構地味にやばいんじゃない？え、毒か、毒分からん、毒あれね、毒何あれ。いや、でもダメージ減ってくじゃん、割とガンが。あ、そうだっけ、減らない、なんか毒よりもなんかもうね、バニとね、あのグレでもうやることないんだよ。確かに、あのバニは判定でかすぎでしょ、あれ全部あるよね。あと持続がね、八景とかね、そんな感じ、火じゃないでしょ、八景の火じゃないかもしれない、ボーンっつって、そうで、あのボーンって手が もう出し終わってるのにまだある、まだおいっつって、ほんでぶっ飛ぶじゃん、そっか死ぬから、マジか。さあ、ファイブスターがいい声で泣いてますね。いい声で泣いてる、メスターさんにいい感じに。いや、マジか。いや、今使うならローションさん、今使うならトキ、ユダ、レイってことでしょ。いや、もう全部一緒だよ、全部。ザギとかはさすがに、いや、あり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 なんだ。だってブーストあるからブーストがあれば何とでもなるんだよ。あ、なんか家庭用のユダと、あの、あれ違うらしいですよね、なんか。そう、なんかね、ラカールの昇竜が出てくる位置が違うとか、そんな話を聞いたことあるけど、あ、なんか地雷だかなんだかの場所が違うんだよね。違うんだよね。そう、レイ、トキ、ユダはおすすめです。あの、なんていうの、 SA あるじゃん、うん、必殺技、うん、あれやっぱ多段ヒットは相当人権でしょ。バスケしやすいってことなんじゃない？あ、ヒット数のかね、あれでね。あのレイとかだってチャン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 って。あ、そう、 DM さん、お DM さんお疲れってやったらもうバスケ。ギブス大丈夫？お、上がるようになった、よかった、回復してきた、よかったよかった、